海老名中央公園内、浸水広場付近海老名中央公園内、七重の塔、海老名中央公園は、神奈川県海老名市の中心市街の海老名駅東口正面に位置する都市公園。周囲に複合型商業施設が隣接している。総面積は約0.9ヘクタール。主な施設として、野外ステージや人口の小川を廃止なつ場は量を感じられる。 浸水広場がある、集いの広場、モーニュメントやベンチを配した、カタライの広場、そして観光の象徴として1992年12月19日に完成したし塗りの七重の塔が設置されている、憩いの広場がある。この塔は、相模国分寺の七重の塔をもとにして、実物大の約3分の1の大きさで作られた模型である。以前は、かつて、 相模国分寺に存在していた70棟があるぐらいで、その周辺はアスファルトで固められた広場だったが、2002年4月19日には、公園を取り囲むように複合型商業施設、ビナワックが開業し、他の公園と比べても得意な構造の公園となった。地下には、市営駐車場が整備されている。なお、この市営駐車場は、電波が届かないため携帯電話を使用することが、 できないが、最近になって NTT ドコモの小型基地局が設置されていることが確認された。ありがとうございます。